狛犬といえば神社の境内にあるのが普通ですよね。でもある町ではちょっと変わったところに狛犬が鎮座しているというんです。調査してきました。調査にやってきたのはノスタルジックな面影が残る JR 田川板駅。この町の変わった場所に鎮座するという狛犬、一体どんな場所に狛犬があるのか調査開始。狛犬がいるっていうふうに聞いたんですけど、すいません聞いたことないです。ライオンみたいなやつですか。ライオンみたいな。そこの橋信号まっすぐ行ったらすぐ川なんですよ。そこにあります。でその橋の、川下側に神社にいるような狛犬が2体。橋に狛犬？言われた通り川の方へ向かい歩くこと数分。あれじゃないですか狛犬。そこで目にしたものとは、変わった場所にあるという狛犬。田川板駅から歩くこと数分、到着したのは彦山川。あれじゃないですか狛犬。ありました。狛犬が鎮座していたのは彦山川に架かる橋の両端部分。そこで今日の特捜級チームは、なぜ橋の上に2体の狛犬？その訳とは。福岡県田川市板、町の中心部を流れる彦山川に架かる橋にその狛犬は鎮座していました。一体いつから何のためにこの場所に狛犬が置かれているのでしょうか。こんにちは。田川市の担当者に話を聞いてみました。いつぐらいからそこにあるんですか。あちらがですね、平成28年の5月に田川商工会議所さんから市が寄贈を受けたものになってます。彦山川の環境美化のため送られたそうです。あれは狛犬なんですか。いえ、あちらは彦山川噴水モニュメントになってます。噴水モニュメント。口から水を吐くような仕掛けが。町の人たちも水を吐くやつですね。口から水が出てるよ。噴水口から出すやつでしょ。狛犬の口から噴水。それはシンガポールのシンボル、マーライオンのようなものなのでしょうか。果たして田川の水を吐く狛犬とは。これが田川市自慢の噴水モニュメント。マーライオンとまではいきませんが見応えは十分です。タイマーがで基本的にはまあ土日に水を吐くように設定しております。じゃあ平日っていうのは、まあ、試験的に動かすときに見れたりとかはあるかもしれないので、見れたらまあラッキーと思っていただければ。狛犬に名前はなく、田川市にあるからカワライオンや水を吐くから噴水狛犬など人によって呼び方も様々。実はこう明確には決まってないというか、もういろんなこう市民の方は好きな呼び方で呼んでいただいている形ですね。ちなみに彦山川では毎年5月、福岡県五大祭りの一つ風司八幡宮川渡り神幸祭が開催されているんです。狛犬は設置以来祭りの安全を見守り続けているのです。祭りのシンボルとしても、活躍してもらってます。彦山川噴水モニュメントを目的に田川に訪れてもらえるような、存在になってほしいなとは思います。運が良ければライトアップされた噴水モニュメントを見ることができるかもしれません。モニュメントとおっしゃってましたけど、橋にこうやって狛犬があること自体驚きなんですけど、まさかまさか水を口から吐き出すとは。小野さん面白いですね。面白いですね。小野さん、シンガポールのマーライオンを見に行かれたことあるということですけど、はい、迫力どうですか。互角ですね。互角ですか。ターライオンの方が迫力があるかもしれない。あ、そうですか。このシンガポールのマーライオンとターライオンが同じぐらいの迫力。五分です。そうなんですか。見た人にしかわからない。
いうことなんですけど、もうこの際こうターライオンをいろんなところに置いて、まあ、シンガポールといえばマーライオン、田川といえばターライオンみたいにして町おこししていくのもいいのかなというふうにも感じました。ここまで特捜9チームでした。